ございます。今回はリリーの飴玉初のモーニングルーティーンでございます。モーニングルーティーンといえばこういう感じのおしゃれな曲と合わせて素敵な生活の一部を皆さんに見ていただくっていう動画やと思うんですけど、私のモーニングルーティーン現実はこんな感じで、犬のうんこ掃除から始まります。もう嫌やねんけど、うちもおしゃれなモーニングルーティーン撮りたかったのにさ、トイレの外にうんこされてるしさ、もうほんま嫌になる。まあこのリリーの飴玉は理想というよりかは現実をがっつり見せていくチャンネルなので、今日もリアルにお届けします。っていうかさ、実家に住んでる時ってお母さんにをさ、あんたもう扉ちゃんと閉めてとか言って怒られてたのに、今自分が言うてんねん、開けたら閉めるとか言って、ほら引き出し閉めながら歩いてる。もうこの姿マジでそっくり。でもさ、これに関係する記事を最近見かけてんけど、なんか女性って妊娠すると家の中で巣作りすんねんって。片付けしたり模様替えしたりして子育てしやすい環境を作る本能が芽生えんねんって。ほんますごくない？にしても髪ボサボサすぎやろ。いや普段はもうちょっとマシなんですよ。この日はちょうどね、前日半乾きで寝ちゃったのかな。えぐい寝癖がついております。インスタではこんな感じでね、綺麗にシャランとかやってますけど、前も言うたインスタは理想で、現実は YouTube の方です。さあ、ほんでブラシで溶いた後ね、産後の抜け毛って半端ないからチェックするのが日課になってます。で、舌磨きのこの、そう、応援が大事。これでやっとこさ、目が覚める。ちょっと洗剤切れかけなんですけど、まあちょっとぐらい少なくてもいいやということで、このまま回します。柔軟剤ちょっと多めにしときゃね、匂いつくし、バレないでしょう。レッツゴー。さあ、洗濯も回してる間に、ワンコたちのお水を補給してますね。と思いきや、そう、またね、誰かがうんちしております。3匹持ったらね、順番にするから、なんか一日中ワンコたちのうんこを取ってる気がする。さあ、ほんで手もちゃんと洗いました。その後に棒のミルクを作ります。生後半年で今はだいたい240弱ぐらいは飲むようになりました。で、ミルク持っていく前に犬たちにご飯をあげます。ドッグフードはね、結構何ヶ月かに1回味は変えてあげてるんですけど、どうしても飽きが来るので、お湯を少し足すと風味が増すのか美味しそうに食べるので、そういった工夫をちょいちょい取り入れるようにしています。この地味なモーニングルーティーンの中に、ようやくモデルさんがやってそうなおしゃれな行動がありました。そう、朝に白湯を飲んでおります。そしてミルクをあげに行くと見せかけて、はい、カメラ撮りに行きました。めっちゃシュールじゃない？おしゃれなルーティン動画の人たちをみんなこうやってると思ったらね、おもろいですよね。ほんで赤ちゃんにミルクあげるんですけど、今までやったら哺乳瓶の乳首の穴どこにあんねやろって目で探してたのに、もう目つぶりながらでも哺乳瓶くるくるくるって回して手の感触でわかるようになりましたもんね。いやー、母も日々成長でございますわ。ほんでミルク作ってきたら寝てて飲まへんってあるあるですよね。その間に犬たちのお皿を下げて、はい、またうんこ掃除をしてベッドに戻ってきました。赤ちゃんがせっかく寝てる時ってそっとしといた方がいいのに、寝顔可愛すぎて、ほら、ほっぺ触ったり、ほっぺとほっぺ合わせたり、ちょっかいかけて前がちです。足のむくみえっぐいから、ちょっと着圧ソックスを履きましたね、はい、ほんでなんか余裕ぶっこいて、昨晩飲みかけのカフェオレまだいけるかしらと思って飲もうとしたら、はい、こぼした。最悪。ちょっとカッコつけようとした罰。ただ不幸中の幸いで、枕カバーに少しと、あとほぼ全てのカフェオレは肘で受け止めた。ナイスー。上の服を着替えて洗濯物を干しに行きます。カゴをベランダに忘れたからね、一回で運びたくて無理くり持ってきました。春とか秋はね、外で干すのむちゃくちゃ気持ちいいんですけど、もう今は寒いので中でつけて外にパッと干すだけにしています。で、はー疲れたーと思って休憩しようと思ったら、隣の部屋からボーの鳴き声が聞こえてきたので、すぐさま向かいます。舌
なみにこの日着ているボーのパジャマは私のポシェットをかけてるようなデザインになってるんですけど、この部分がポケットになってるので私のシュシュを入れたりして使っています。スキンシップタイムはね、もうとにかく首筋の匂い嗅ぐのが好きで、ちょっと汗の匂いとかしたらもうほんま胸キュンするんですよね。そしていつも育児に付き合ってくれてるウブ、そう、暇があればねギュってしてあげるようにしてます。さあ犬どもついてきなということで、はい、隣の部屋で洗濯物の山を畳んでいきましょう。なあ赤ちゃんってさ、めっちゃちっちゃいやん。一人増えただけやのになんでこんな洗濯物って増えんのやろ、謎やねんけど。はい、そして畳もギュー。ボーがやってきてからというもの、もう犬たちと触れ合う時間ってもう明らかに減ってしまってるので、ちょっとでも余裕がある時に構ってあげるようにしています。そう、ほんでさ、洗濯物って畳むまではいいねんけどさ、この畳んだやつを各場所に直していくんがめんどくない？ほんでここで終わるはずやねんけど、さっき息ってねカフェオレこぼしたから、それをもう手洗いして洗濯機にぶち込んでおります。ほんで洗濯機回さんのかい。ちょっと手が離せないときはこの IKEA のおもちゃをポンと置いて、その間遊んどいてもらうっていうのが鉄板ですね。はい、洋服をどんどん直していきます。ひまわりやほっぺに忘れない、余ったやつは私のハンドクリーム代わりになります。はい、ミルクもなかなか飲まへんので携帯をいじいじしています。だいたいこの時間にね、あのインスタのストーリー上げることが多いです。はい、そしてお腹が空いてきたので朝ごはん、今日の朝は千枚を炒めるようです。最近ね、朝から千枚を炒めて食べるか、あと野源軟骨食べるのも好きですね。昨日の残り物、エビと白菜炊いたんも温めてます。野菜スティックはね、食べてても罪悪感がないのでよう食べます。かといってこんだけね味噌マヨネーズつけてたらあんまりダイエットにならんくねって感じなんですけど。はい、作ってる最中換気扇ゴーゴー鳴ってるんですけど、鳴き声が聞こえてまたまたボーの元へ。私耳遠い方なんですけどね、やっぱり赤ちゃんの泣き声には敏感になりますよね。泣いてたらすぐに察知できる能力を身につけました。はい、また IKEA のおもちゃ登場、これ見て時間潰しといてもらいます。はい、犬たちこっちよ。あー、またうんこある。もう一日何回とんねんっていうぐらいほんまようする。してくれた。はい、そして洗い物をパパッと済ませます。はい、そして哺乳瓶も洗っていきます。私はね、電子レンジで殺菌するものを使ってるんですけど、蓋にね水入れて測るのめんどくさいから、こういう風に哺乳瓶に適当な水を入れて温めちゃいます。やっぱ真面目にやってんのって最初だけですよね。どんどん手抜きを覚えていく。はい、もうお待たせしました。もうね、モーニングルーティーン撮るのも慣れてきて、カメラと一緒に移動です。あ、赤ちゃんのお尻って可愛い。赤ちゃんを連れてきた後は、まあ、哺乳瓶とおやつを持ってきとんな。この後ジムに行く予定なんですけど、ジムに行く女とは思えへん。
そう、おやつ持ってきて、ついでに毛布まで持ってきたわ。ゴロゴロする気満々。はい、ゴロゴロしながらわらび餅食べだした。ほんまに痩せる気あるんかしら。うん、ボークご機嫌で笑ってる。子供の笑顔ってなんでこんな幸せになるんやろ。ほんまに癒しパワー炸裂ですよね。さあ、さっきまで機嫌良かったんですけど、急に不機嫌になってきました。ということは多分眠たいのかなと思って抱きしめたりミルクをあげたり遊んだりコロンってしてね、かまってるんですけど、なかなか機嫌が良くなりません。まあ、そんな時はね、最終でもミルクに頼ることが多いかな。であげてたら知らん間に私が寝てしまってました。あー、でもそろそろね、準備しないと遅れそうなのでヘアメイクをしていきます。最近はね、もうマスクつけて移動することが多いので、もう目から上だけやればいいやっていう感じなんですけど、気がつけばどん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 範囲広まって、結局フルメイクしてるっていうことが多いですね。やってくれてんの、ありがとう。メイクは結構ブラシを使ってすることが多いです。メイクがもうすぐ終わりそうという時に、ちょうどボウもぐずり出しましたね。まあちょっとぐらい泣いてもね、掘ってるんですけど、ギャン泣きなってきたので、もうメイクはパッと終わらせて YouTube を見せることにしました。何もない時はね、できる限り私が構ってあげるんですけど、もう準備してる時はね、 YouTube 様々でございます。英語を覚えてほしくて、英語の曲を聴かせることが多いです。はい、そして YouTube に夢中になってもらってる間に、私は着替えて、はい、そしてマザーズバッグの中に荷物を詰め込んでいきます。全ての電源を切り、チェックをしたら、犬たちをリビングに集合させて、おやつをあげて出発します。よし、福袋で3番言ってたけど、今年使ってるリーのダウンは3番を出る。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。初のモーニングルーティン動画やったんですけども、いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。次回はベビーカーで移動するとき、抱っこ紐で移動するときなどね、各シーンで使ってるマザーズバッグとその中身紹介をしていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。